お方がいる。あなたの求めてる Your sights are here.Why don't you go his stay? He surely hears your voice.じゃないから。永遠に変わらぬ愛を受けて歩こう。新しい全てを見ているお方がいる。優しくあなたの隣で手を差し伸べて助けてくださる。輝く光の中をあなたが一人じゃないから。たとえ何も見えなくても一つの確かな道がある。立ち止まらず振り返らずに走り続けよう。あなたが歩けるように涙を拭い前を向いて歩こう。一人じゃないから。輝く光の中をあなたが歩こう。一人じゃないから。一人じゃないから。はい、どうもありがとうございます。皆さんにお断りをしていきます。ちょっと回復がですね難しい状態ですので、 TLEA の東京の敵教会の保存版のところにですねトマス・サンデル氏のビデオメッセージを入れときますので、そちらの方からご覧いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれからですね、このメインメッセージを取り継がれる講師のご紹介させていただきます。本来は TLEA の東京の敵教会のパウロ秋元牧師がメッセージをされる予定でしたが、皆さんもご存知のように今入院中で、外出許可が出ればですね今日は
される予定だったんですが、まだ外出許可が下りないとこのいうことになりました。ですからさらに皆さんがですね、引き続きパウロ秋元牧師のためにもお祈りをいただきたいとこのように思います。そして今日はですね、講師として東京町田教会のパウロ由美の牧師に、このメッセージを取り継いでいただきます。それではパウロ由美の牧師チームの賛否の後にパウロ由美の牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。それでは、出ましたね。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。お立ちになる方はどうぞお立ちください。どうか神が私たちを憐れみ、福祉に顔私たちの上に照り輝かしてくださるように、それはあなたの道が地の上に、あなたの救いがすべての国も
界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽も闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている新しい世界が始まるまで。どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いつもの奇跡を起こして、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている、新しい世界が始まるまで。世界中の国々が誓ってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている、新しい世界の始まる。イスラエルの
私の計画はさらにこれから大きく開かれていくことを覚えなさいとおっしゃられます。今この長崎チームが使わされ、私は一人一人を立て上げ、また教会全体を立て上げていくと言っていることを覚えなさいとおっしゃられます。あなた方は一つ一つ私の言葉に忠実に歩み、その中で私の栄光を見ていきなさいとおっしゃられます。この東京安定教会におけるユダヤ人大イスラエル連動の働きにおいても、この2020年により通信システムが 5G に変わることによって、このユダヤ人大イスラエル連動における働きも大きく進むと主が言われます。特にそのために重荷のある方々は祈り備えていきなさいと主が言われます。の時が来ていると主はおっしゃいます。長年祈ってきたことの祈りの答えをこれから次々と見ていくと主はおっしゃいます。そのためには何を備えればいいのかということを主に聞いていきなさいと主はおっしゃいます。人間的な方法で備えるのではなく、この主に聞いていく中で主は一つ一つ丁寧に語りかけを与えられると主はおっしゃいます。この教会の中でこの年度末において、さらにあなた方は祈りを強めていきなさいと主は言われます。さらに私は多くのことをあなた方に語り、またそれを通して私の栄光の技を表すと主は言われます。丁寧に正しく聞き、またその中で私に従っていきなさいと主は言われます。これから見るあなた方はこの私の働きは非常に大きなものとなり、今まで誰もが見たこともなかったような働きとなっていくことを覚えなさいと主は言われます。この世界に散りばめられているユダヤ人コミュニティの方々との関わりにおいても、この通信システムが変わることによって、この展開があると主が言われます。特にこの21世紀におけるユダヤ人コミュニティ、またメシアニック中の方々のこの動向というのはリサーチし、また理解し、またその中で主の語りかけを受け、御心を行ってきなさいと主が言います。これからこの真に聞き従うものとなるかどうかの試しが許される方々がいらっしゃると主は仰せます。この自分の能力を見るのではなく、この主にこの聞き従っていく中で多くの祝福と恵みを見ていくと主は仰せます。主に信頼していく中で、その聞き従いを全うしていくことができるように力が与えられると主は仰せます。それではもう一度賛美したいと思います。 God is working for my good. このエルサレムの平和のために祈る集いの第2部をありがとうございます。賛美の中にあなたがご臨在を表してくださり、また予言の言葉をあなたが与えてくださったことをありがとうございます。さあ引き続く礼拝、この世界を豊かに祝福し導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは、最初に聖書をお開きしたいと思います。詩編の122編6節7節をお読みしたいと思います。詩編の122編の6節7節ですね。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をあなたが豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、今日はようこそこのエルサレムの平和のために祈る集いにですね、お集まりいただきありがとうございます。そして先ほど司会者の方からお話がありましたけれど、本来であればパウル秋元牧師がですね、メッセージを取り継いでくださる予定だったんですけれど、ちょっと入院が長引いておられてですね、そしてまた今リハビリ中です。
ですから代わりにですね、東京町田教会のパウル由美野が今日取り継がせていただきます。そしてこのパウル秋元牧師のためにですね、お祈りをしたいと思いますので、どうぞ心を合わせてですね、共にお祈りしていただきたいと思います。愛する天皇様、パウル秋元牧師が骨折をされ、また今入院中でビリハビリの最中であることもありがとうございます。その後ろにもあなたの素晴らしい計画があることを本当にありがとうございます。しかしどうぞ生きて働かれる主がパウル秋元牧師に触れてくださり、この体を強め、筋力を強め、この骨を強め、そしてまたこの奉仕が全うできるように体に力を与え、そしてこの悪い部分を完全に癒してくださり、速やかにこの奉仕に復帰できるように導いてくださいますようにお願いいたします。またイスラエル派遣も近づいてますが、どうぞ主の奇跡を表し、このイスラエルにも行くことができるように、ご本人の願いの通りに行けるように奇跡を表してくださいますようにお願いいたします。あなたが共にいてくださり、そしてまたこの癒しを速やかになしてください。またリハビリ中にまた転んだり、また患部が悪くなったりすることは決してありませんように、あなたの完全な守りを置いてくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。さらにですね、パウル秋元牧師のために引き続きお祈りしていただきたいと思います。それで最初にですね、イスラエルの映像がありますので、それを共に見てみたいと思います。Oh
旧約信仰によってから約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する者と雇うことで今生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言いますよね。永遠のふるさと、天の故郷ですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々が天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まれ、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かっていたのでしょう。あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえって永遠の主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんです。はい、どうもありがとうございました。感謝します。イスラエル派遣っていうのがありまして、イスラエルチームがですね、10月の28日から11月9日まで使わされます。でこのチームはどなたでも参加できるチームなんですけれど、今映像に紹介があったようにエルサレムに行ってもね、祈ることができますし、いろいろな形で、そこで神様からの語りかけを受けたり祝福を受けることができます。ですから今日お集まりのね、エルサレムの平和のためにお集まりになった方にも非常に大きな意味合いがある派遣ですのでね、ぜひたくさんの方が、さらに申し込めますので、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。それで、エルサレムの平和のために祈る集いということで、今日集会が持たれているんですけれど、この集会っていうのは、ニューヨークの、ね、ロバート・スターン牧師と、あとカリフォルニアにおられたジャック・ヘイフォード牧師が提案して、そして全世界で祈っていきましょうという形で、ね、始まったんですけれど、この10月の初めに、その一番最初の日曜日にしたっていうのにも一つの大きな意味合いがあります。それはですね、ユダヤ人の、一番大きな聖なる日、それはヨムキプールっていう時なんですね。で大食材日と呼ばれている日です。で結局このエルサレムの平和のために祈るっていうことは、実はユダヤ人
の人たちとも大きな関わりがあるので、そして、こういうユダヤ人にとって一番重要な時とですね重ね合わせて、そういう日を作ったということをその創設者の人たちが言っておられました。でこのエルサレムの平和のために祈るっていうのはですね、なぜそうかっていうと聖書に書かれているからです。今日お読みした聖書箇所にね、エルサレムの平和のために祈りなさいということが書いてあるわけなんですね。で私たち、このクリスチャンにとって、エルサレムっていうのは特別な意味合いがあります。でこのエルサレムっていうのは確かに今私たちがこの映像で見たように、地上にあるエルサレムがあるんですね。でそれがあるとともに、天のエルサレム、この映像にもありましたけれど、今の地上のエルサレムと天のエルサレム、これが私たちに大きな意味合いがある、この2つ意味合いがあるということをぜひ覚えておいてください。そして、この第一部でですね、シャイさん、今イスラエルがね、南はハマスからしょっちゅうロケット弾が飛んでくる、そしてまたイランがこのイスラエルを、ね、潰そうとしている、そういったことを言ってましたけれど、また北の、ね、レバノンのヒズボラもイスラエルを潰そうとしています。ですから非常にこのいろんなとこからこの危険極まりない状況にあるわけなんですね。しかし、その中にあってもそのエルサレムの平和のために祈っていくっていうのはやはり、聖書に書かれてますから、実際面において今この地上にある私たちがエルサレムの平和のために祈るっていうのは非常に大きな意味合いがあるっていうことを一つ覚えておいていただきたいと思います。そして、このエルサレムっていうのはね、もともとはエルシャライム、平和という意味もあるわけなんですね。ところがエルサレムっていうのはこの歴史を見るとほとんど平和な時っていうのはなかったわけなんですね。でも重要なのはこのエルサレムは先ほど賛美をしましたけど神の都なんです。この人が作った都ではなくて神が作られた都ですから、皆さんがね、私はパリが大好きだって言ったとしても、ニューヨークが私が好きだったとしてもですね、そういった町とは全然違う、人が作った町とは全然違うものであるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。でそこに大きな意味合いがあるということをね、知っておいていただきたいんですね。でこのエルサレムの平和のために祈るということそのものにおいてもですね、本当に神の都だということはもう歴史を見てもはっきり分かります。でざっと見てみると、最初にエルサレムに都ができたのはダビデ王がですね、そこに王国を作った時にエルサレムを都としたわけです。今から約3000年前、そういう時期にですね、エルサレムが都になったわけですね。でその後ソロモンがそこに神殿を作りました。で神殿というのは神の臨在を表すところです。神様が住まわれるところですね。だから非常に重要なところなんです。そして、しかしですね、この神殿が最初の第一神殿、これができたんですけれど、しばらくしたらバビロニアに攻められてですね、それが崩壊してしまったわけです。でも神様が再建しろということで再建して、そして第二神殿ができたんですね。でイエス様が来られた時っていうのは第二神殿が存在してた時なんです。ところがですね、その歴史の中で実は神様はね、ユダヤ人を散らすっていうふうに予言を通して語ってたわけです。でどうなったかっていうと AD の70年にこのローマ軍が攻めてきてエルサレムが崩壊してしまったわけです。そしてですね、その後しばらくユダヤ人はそこに住んでたんですけれど AD の132年か135年になった時にですね、もうユダヤ人すべてそこに住んじゃいけないということでですね、もう全世界に散らされてしまったんです。もうユダヤ人離散という形でね。で、国はなくなって、そしてエルサレムもどうなったか分かんないような状況になった。そして600年頃になったらですね、いつの間にかイスラム教の国が来てですね、そしてさっきエルサレムのとこにあったこの黄金ドームとかああいったものを作っちゃったわけなんですね。でも、非常に面白いのはですね、これ神の都なんです。で、このいろんな国がそこを占領しました。
エルサレムをですね。ところがですね、そこを都にしたところはどこもないんです。歴史上イスラエルだけなんです。もうダビデの王国そうですけれど、そして、あんなでっかいドームを作ったとしてもそこは都じゃなかったんですね。でやはりそれは神様が神の都だって言って、我が愛する都、そう言ってたからこそ他のところがですね、もうそういうことできなかったんですよね。で今エルサレムが存在してます。そして、その神殿のところがですねエルサレムなんですけれど、散らされた民がね1948年に再び集められてイスラエルっていう国が建国されたんです。そしてですね、いかに神の言葉が正確かということを私たちはそういった歴史を見て知っておく必要があります。で予言されたことが本当にちゃんと成就している、そういう中で私たちは今その歴史を見てですね、本当に神様はすごいお方なんだ。だって、ね、日本で言えばまだ日本の国なんか全然できてない頃、この大化の改新のずっと前です。でそういった時にですね、散らされた民が同じところに同じ民族が集まって国を作ってしまう。でこれは本当に奇跡なんですね。でそれが成したのはやはり神様がそうされたからです。そして、このエルサレムっていうのは作られてすぐにですね、もう戦争になっちゃって、もう安心した形で住めてなかったんですね。で今そういうこのエルサレムが存在しているわけですから、ぜひこの地上のエルサレムの平和のためにもぜひ祈っておいていただきたいと思います。ただしですね、これからのことを見たときに聖書に何て書かれているか、それは私たちは知っておく必要があります。でこれからですねどういう形になっていくかっていうと、今これ時間軸でですね、今そのうちに、中東和平が結ばれます。そうするといわゆる黙示録に書いてある時代が始まるわけですね。で、それが終わった後にイエス様の再臨があるわけです。まあ、その前に景況がありますけどね。そしてその後千年王国というサタンが縛られた、千年王国が始まるわけですね。そしてその後どうなるかっていうと、この後に、今度サタンが一度解き放されるんですけれど、再び、この火の池に今度は投げ込まれてですね、その後この天のエルサレムが下ってくるって書いてあるんです。で天のエルサレムっていうのは何かっていうと、これは私たちが将来住む場所です。永遠に住まう場所なんです。で、これはですね、クリスチャンだけでなくて、私たちはですね、この今この黙示録の入るちょっと前に、いますけれど、この中で大変な時代が来ますけど、ここで大きなリバイバルが起こるわけです。そしてまた敬虚で、クリスチャンが挙げられて、またその後はクリスチャン生きてたとしても殉教したりして、クリスチャンいなくなっちゃうわけですね。で、聖書では、この異邦人の完成がなる時までという形で書かれてますけれど、救われた人、神の計画によってね救われた人の後にイスラエルもみんな救われるというふうに書かれています。ですからイスラエルの人たちもその後救われてくるということなんですね。でその後、ここの千年王国に、異邦人、そしてまた選ばれた民が一緒に住んで、そして天のエルサレムに永遠に住むという形になってきます。でそれが神様が大きく計画しておられることだということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でその神様の計画しておられること、それがこれから起こってくるわけなんですけれど、その平和のために祈れっていうのは、真の平和っていうのは、この中東和平が真の平和ではなくて、本当の平和っていうのはこの天のエルサレムが降りてきた時に真の平和が表されてくるわけです。ですからそれが本当にこの神の時に来るように私たちは祈っておく必要がありますし、そしてまたその中でですね、この神様が計画しておられる形でこれがなっていくように私たちは祈り備えていく必要があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから
エルサレムの平和のために祈れっていうのは、実際のエルサレムの平和のためにも祈るのもそうですし、そしてまたそこに住んでる民のために祈っておくのも必要ですし、そしてまた天のエルサレム、神が計画しておられる天の真の平和が与えられる時が来るようにも祈っておく必要がある。そのためには、どういう形になるかっていうと、神様は私たちを用いてくださって、そしてこの人々の救いを導き、またユダヤ人の救いを導き、そして多くの救いを導いてから人々がこの天のエルサレムに行けるようにしてくださるということをですね、ぜひ知っておいていただきたいんですね。で、このなんていうんですか、その目の前のことだけにね、目をとらわれるのではなくて、やはり大きなスパンを見て、その中で神様がどういう計画を持っておられるかということを見つつですね、歩んでいただきたいと思います。で、なぜ最初にそのダビデの都から今までのイスラエルのことをお話ししたかというと、神の言葉がそのように完全になったからです。だから聖書に書かれているこれからのこともですね、必ずそうなっていくということなんです。だからそのために私たちは備えておく必要がある、そして祈っておく必要があるということなんですね。で、この私たち一人一人はそういう力があるものではありませんけれど、しかし祈ることを通してこの神の計画が一つ一つなされていくように備えていくっていうのは非常に重要なことになってきます。で、そのために必要なのは、一つは祈りです。祈ることを通して神様の計画を私たちは聞いてですね、そして神様の御心を行えるようにしておく。で、これは非常に重要なことなんですね。神様はこれから大きなこの人々の救いのために私たちを用いようとしてくださってます。ですからその中で神様は何をしようとしておられるか、そして私たち一人一人に、また教会に何をさせようとしておられるか、これを正しく聞いて行っていくっていうのは、まず祈って聞くしかないんですね。で、その神様が言われていることを忠実にやっていくっていうのが一つの大きなポイントになってきます。そしてその神様が語られたことをちゃんと捉えていくときにですね、今度何が重要かっていうと、一つは祈りですけれど、もう一つは従うっていうことです。で、神様が言われたことに対して私たちは素直に従っていく。それが例えば自分には納得できなかったとしても、あるいは自分にはそんなことできないと思ったとしてもですね、神様が言われたんであれば一歩踏み出して従っていくということなんです。それを通して実は神様が働いてくださるということをですね、ぜひしっかりと捉えておいていただきたいと思います。私たちには力がないの、神様ご存知です。しかしですね、本当に従っていくんであれば、神様は私たちを通して働いてくださるんです。例えばですね、私東京町田教会でまだ、人数がたくさんいるわけでもありませんし、賛美が得意なわけではありませんけど、神様はクリスマスの時にコンサートをやりなさいってこう言われたわけですね。で、まあ最初学芸会みたいなもんかなと思いつつですね、それでこう始めていったわけです。で、まあ、とにかく言われてるから一つ一つやっていく。そしてですね、去年12月に行った時はノンクリスチャンの方が来られてですね、そして賛美に触れられて、そして、そのコンサートの日に2人救われたんです。で、私たちに何か力があったか、そんなことは全然ありません。その時に主が働いてくださったんです。で、救いっていうのは神の技です。で、私たちが力を入れて何かするんではなくて、神様が働いてくださるんであれば、この救いだってどんどん起きてくるわけです。ですから、この従うっていうのはですね、非常に重要なことだということをぜひ覚えておいてください。多くの人たちは自分の力で、あ、こんなこと自分はできないなとかですね、いやこんなのちょっととてつもないこと言っておられるなとか言って、言われたことをやめてしまう人たちは多いんです。しかし、どんな小さなこと、バカバカしいことだったとしても、一つ一つ私たちが神様に言われたことに従っていくんであれば、その時に神様が働いてくださるということをぜひ覚えておいてください。そして自分には力がないとしてもですね、神が働かれれば神にとって不可能なことは一つもないのです。
だから神様に期待してください。で、神様の手があるところにはですね、多くの救いがこれから表されていきます。そしてこの時が来た時に本当に多くの救いの技が表されてくるんですね。で、それは実はこの天のエルサレム、この本当の平和が近づくために必要な神様の働きの一部であるということもね、ぜひ覚えておいてください。そして今ユダヤ人伝道ということを語られていても、今は確かに難しいかもしれません。でもそのために祈り、そしてまた主が言われている通りにやっていくときに神様が開いてくださって、まあ日本人のからも硬いですけれど、ユダヤ人も硬いですけど、本当に主が働ければ救われてくるんです。ですから私たちはその神様に従っていくっていうのが非常に重要になってくるっていうことを覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはですね、この終わりの近い時に神様は聖書で、御霊の賜物を使えということを言っておられます。ですから、この癒しの祈りをしたり、知恵知識の言葉を使ったり、予言を用いたり、いろいろな形でそれを通してですね、神様が大きな働きを進めようとしておられます。ですからそういったことも私たちは日々ちゃんとやっていく、そういった中でですね、私たちはさらに神様の働きを見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。神様が持っている計画というのは非常に大きなものです。そして、皆さん一人一人を用い、また教会を用いて、この素晴らしい働きを担わせようとしておられるということをですね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。で、私たちが本当にそのことを知りつつ、このエルサレムの平和のために祈り、そしてこの言われたことをやっていくんであれば、それを通して神様がこれから多くの人に触れてくださってですね、救いがたくさん表されてくるんです。死の時は確かに近づいてるんです。で、予言でもね、時は近づいてるってことも言われてましたけれど、本当にこの神様はいろいろな形を用いてですね、ぜひ聞きつつ、言われたことに忠実に従って、共に神の栄光の技を見ていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの御心を行っていくことができますように、そしてこの終わりの時代に任されている、与えられている使命を全うできるように、どうぞ助け導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがあればそのために、ぜひお祈りしていただきたいと思います。ただ罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。最初に罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の悪い部分に触れてくださり、癒しの霊を注ぎ、そしてまたあなたの力ある御業をどうぞ表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の霊を一人一人から去る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、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 癒されよ。鼻の悪い方がおられましたが、この鼻の悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。また肩こりの激しい人がいましたけど、これが今癒されました。感謝して受け取ってください。また胃の消化が悪くてちょっと困っている方が、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また最近目がちょっと見えにくくなっている方が癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございます。それではですね、エルサレムの平和のために祈る祈りをまず、松沢先生の方からお願いしたいというふうに思います。松沢先生はですね、ホライズンコミュニティ、ホライズンコミュニオンチャペルの牧師をされております。それでは松沢雄志先生に、お祈りをお願いしたいと思います。じゃあこちらの方まで。
ていただきます。ハレルヤ、優しい天のお父様、感謝します。このようにして、共にこの場所に集まり、エルサレムの平和のための祈りを捧げることができますから、ありがとうございます。どうかあなたが御心のままに、あなたがそのあなたの計画の時に、エルサレムに平和を与えてくださいますようにお願いします。どうか問題が解決され、また、救われる魂を多く与えてくださいますようにお願いします。私たちがそのあなたの声に聞き従い、またその働きに出ていくことができますように、また語りかけをお与えくださいますようにお願いします。どうかあなたの都回復の時をお与えくださいますように期待いたします。あなたの働きを期待して感謝をして、私たちの救い主イエスキリスト様の名前を通してお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。それではですね、もう一方、ジョモ・キム先生にお願いします。ジョモ・キム先生はですね、命の言葉伝道書の、この方をですね、この先生としておやりになっておられます。でお祈りをじゃあお願いいたします。愛する神様、感謝します。今日はイスラエルのための祈りの日として、その集会として集まりました。私たち人間は神の言葉に従わないで、まだまだ神を知らない人がこの地にあふれています。特にこの日本においても神様知らない人がほとんどでございます。神様、しかし神様はこのイスラエルを選ばれまして、今から4000年前に選ばれまして、全世界を救おうとして神様の計輪は始まりました。今イスラエルの12部族は神様に従わなかったので、全世界に散らばりましたけれども、それによってまた全世界が救われる機会にもなりました。今時が満ちて、神様は世界に散らばれているイスラエルの人々をアリアとして集めております。その時、神の時計を見る目を私たちに与えてください。陸の横に、またこの世の横に染まって生きるのではなく、神様の時計を見て、イエス・キリストの神の国を私たちが見上げて、またこのイスラエルに平和が来た時に、全世界に平和が訪れることを固く信じて、神の言葉を信じて、その通りに祈って、また私たちもこの東の地の果てにいる、この日本に住む私たちも、イエス・キリストを信じて、キリストの部屋の中で生きるようにしてください。この世のすべての人がイスラエルの平和を祈って、またそれによってすべての人が神の国に入るようにしてください。この祈り、主イエス・キリストのお名前とお祈りします。アーメン。どうもありがとうございます。それではですね、全体のお祈りを、先ほど執行使としてメッセージをしていただいた、東京町田教会のパウロ由美の牧師にお願いいたします。それではですね、全体でお祈りする時をお持ちしたいと思います。心合わせてですね、しばらく一人一人でお祈りする時をお持ちしたいと思います。それではお祈りしましょう。天の様、今日このエルサレムの平和のために祈る集会を導いてくださったことをありがとうございます。またここにいる一人一人ともに、この平和のために祈ることができたことをありがとうございます。
どうぞこのエルサレムの平和のために日々祈っていくことができますように、またあなたがご計画しておられるこのエルサレムにおける、またイスラエルにおける計画が一つ一つなっていきますように、どうぞ導いてください。どうぞ現在のエルサレムの平和を与えてください。一人一人を守ってくださり、またユダヤ人の人たちが本当に神様に目を向けることができるように、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。また私たち一人一人が本当にこの人々の救いのために祈り、またあなたの御業を見て、そしてまたあなたの計画のうちを歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。天のエルサレムに向けて、あなたが一人一人をさらに用いてくださり、あなたがこの多くの技をこれから表してくださいますようにお願いいたします。これからのあなたの大きな御業に期待します。この集会を感謝します。あなたの御業を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは祝祷を捧げたいと思います。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレ、仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに常しえに豊かにありますように。アメン。どうぞお座りください。